在の高速道路情報をお知らせします。はじめに東京方面への車線規制の情報です。およそ4キロ先の新東名新清水ジャンクション方面の清水原インター付近で工事を行っており、右側1車線の通行になっています。引き続き名古屋方面へ向かっている方に車線規制の情報です。藤川サービスエリアのおよそ15キロ先から清水ジャンクションまでの区間で工事を行っており、左側1車線の通行になっています。なお、東名高速道路港北パーキングエリア上り線は首都圏に向かう最後の休憩施設です。駐車スペースに限りがありますので、長時間駐車はご遠慮いただくようお願いいたします。ハイウェイラジオ清水よりお伝えしました。